It's a single life。 シングルで気楽なお一人様でも僕も大丈夫よ、ほんでおいで。さあ1週目のこの時間はナギの講師、乃木坂46井上ナギ先生による乃木坂ロックス、1ヶ月ぶりのナギちゃん。2月最初の授業は生徒のみんなから年始に届いてた書き込みを、ま、ちょっぴり今更だけどね、紹介していくとのことです。さあナギちゃん先生の乃木坂ロックス。先月から開校した私の乃木坂ロックス、通称ナギロックス、1ヶ月ぶりの投稿です、ありがとうございます、1月のナギロックスも聞いてくださった方いらっしゃるかな。ね、自分で思ってたよりも反響があってびっくりしたんですけれども、ファンの皆さんとかから聞いたよ、よかったよっていうのをたくさんもらって、あー嬉しいなぁと。家族からも、あ、なんかすごく聞きやすかったよとか、あの、楽しかったよって言ってもらえたので、よかったなと思いますし、あの、サプライズで来てくれた一ノ瀬美空ちゃんとかも、すごい楽しかったから、また呼んでねって言ってくれたので、もしかしたら来てくれるかもしれない。来てくれたらいいですね。すごい楽しかったので、ありがとう、美空。そして、2月に入りましたけれども、2月といえばバレンタインがあったり、中3、高3の生徒の皆さんはまだ受験もあったり、卒業も近かったりで、卒業まであと何日とかカウントダウンを始めている頃なんですかね。なんかすごく懐かしい感じがします。でね、2月といえば個人的には私が大好きな漫画ハイキューの映画が公開されます。そう、2月の、私お誕生日が2月17日なんですけど、その前日の2月16日に映画公開なんですよ。公開日が誕生日の前日だから、もうこれは、いや私のためでしかない。いや、そんな大きく出ちゃいけませんね。でもなんか本当にすごい、もうお誕生日プレゼントだと思って、もうルンルンで絶対見に行くんですけど、このハイキューのね、あの映画自体がゴミ捨て場の決戦と言われる、もう激エモというか、もう激アツな試合なんですよ。もう序盤の序盤でゴミ捨て場の決戦には触れなきゃいけないってぐらい、ハイキューって物語の中でもすごく大きな試合なので、早く見たくてしょうがなくて、最近漫画も読み返したし、アニメも見返してるし、もう楽しみでございます。一緒に共有し合いましょう。よろしくお願いします。さあ今夜も授業をしていきましょう。 Attention everyone、 乃木坂 Locks Story 井上凪。生徒の皆さんこんばんは、凪の講師、乃木坂46の井上凪です。早速今夜の授業なんですけれども、2024年の年始に届いた書き込みがたくさんあって、今日はその書き込みを読んでいこうかなと思います。でも、なんで今更年始の書き込みなのって思う方もいると思うんですけれども、あの、実はですね、先月の授業は年末に撮っていたものでして、あの、まだ紅白歌合戦には出場してなかったんですね。感じた。すいません。そう、なのでまだ年始の書き込みをチェックできていなくて、ということで今日はその書き込みを読んで改めていろいろと振り返っていこうと思います。まずはこの書き込みから。静岡県15歳、男性、ラジオネームピクルスの種さん、ありがとうございます。なぎちゃん先生、明けましておめでとうございます。紅白歌合戦ではお一人様天国を披露されていて、なぎちゃん先生とはるか先生とさくら先生が並んでいるシーンが尊すぎて最高でした。今年のお年玉はグッズを買うのと神宮ライブに行くための費用として貯めます。なぎ先生、これからよろしくお願いします。おー、まずは紅白歌合戦見てくださってありがとうございます。お一人様天国見てくださってね、いやー本当に
緊張したし、自分がここに立ってていいのかなとか、2022年は先輩方の後ろで踊っていたので、なんかやっぱ自分がそこに立っていることに違和感を自分でも覚えたし、やっぱりこう大丈夫かなっていう不安の声もきっとたくさんあっただろうなとも思うんですけど、そう、はるか先生にもはるかさんにもすごいたくさん助けてもらったし、本番直前ねちょっとボロボロってなっちゃったとことかもあったんですけど、でも本当にこの楽曲がとにかく明るいので、この明るさに本当に助けられたってのはすっごい大きくて、楽曲の力感じましたし、なんか先輩方の優しさも感じたし、うん、すごく楽しかった、うん、楽しかったです。今振り返ってみて不安だったし怖かったけど、ありがとうございます。でね、その後年越しカウントダウンにも出させていただいたんですよ。そう、もうこれを私はもう年末の年越しカウントダウンに出た時からずっとスクールオブロックでこの授業で言いたくてしょうがなかったんですけど、乃木坂46のパフォーマンスの前にジェネレーションさんが確かパフォーマンスされてて、なんか小森校長に会える、挨拶しようって思ったんですけど、思ってもないタイミングで小森校長に出くわしてしまって、廊下でね、心の準備が全然できてなかったんですよだから会ってわぁどうしようってなっちゃって、二度見して挨拶しようって思った時にはもう人の流れにこうね流されてしまって、あっていなくなってしまったんですね。で結局挨拶できずに、もうとっても失礼だったと思って、すごいね、もうそれがカウントダウン TV 終わってからすごいなんて言うんだろう、悔いというか、ちょっと小森コーチはあの時は挨拶できなくてごめんなさいって言いたかったんですはい、ちょっとすっきりしました、ありがとうございます。はい、続いてのメッセージは山形県15歳男性、ラジオネーム鳥岩さん、ありがとうございます。なぎちゃん先生、今年もよろしくお願いします。お願いします。私は今高校受験に向けて勉強を頑張っています。息抜きを挟みつつ集中して取り組むようにしています。質問です。私は勉強の息抜きにチョコレートを食べていますが、なぎちゃん先生はどうやって息抜きをしてましたか？2024年は2023年以上になぎちゃん先生のことを応援していきます。頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、今受験生か、頑張ってください。もう大変ですよね。そう、私もでも本当に中3で高校受験の時は片手にダース、片手に缶コーヒーで乗り切ってたんですよ私は。まあ、缶コーヒー飲んでた理由はなんかかっこいいなと思ってそう、信じられないぐらい食べてた。今ダースさんにもすごいお世話になってるからお話しするとかじゃなく、本当にもう新作が出るたび買ってたし、めちゃくちゃ食べてたんですよ。だからすごいね、息抜きにチョコレートを食べるってのはめちゃくちゃ共感でしかないです。だし今ちょうど弟が受験で、私もダースいっぱい食べてた記憶があるから、弟にも受験頑張れよっつって大量のダース、本当に大量のダースを届けたらすごい喜んでくれて、糖分必要だな受験にはってすっごい感じましたし、いやダース最高だなって本当に思いました。とにかく今は目の前の受験にまっすぐ頑張ってください。
けしているのは乃木坂46のいつかできるから今日できるです。サビ終わりの君ならできるっていう歌詞にやっぱすごい背中を押されたなって自分自身でも思うので、はい、この曲を選ばせていただきました。そろそろ授業終了の時間になりました。乃木坂ロックスでは私への質問相談、皆さん自身のお話、珍しい名前についてなど何でも自由に受け付けています。乃木坂ロックス井上凪宛のページから書き込みメールをお待ちしています。 X でのポストはハッシュタグ乃木坂ロックスでお願いします。ということで、私とはまた明日この教室でお会いしましょう。乃木坂46の井上凪でした。あ、小森校長、年越しカウントダウンの時はすいませんでした。何だった？凪ちゃん、謝ることは一切ないよ。なぜならば、君の先輩、4組の副担任、柿遥先生、柿、この学校にやってきた時も、同じことになってました。どういうこと、うちのね講師になって、はい、一発目カウントダウン TV で僕と会った時、僕は大きく手を振ったんだけど、おー校長さすが、柿は僕を二度見して目をそらしました。まあカッキー曰く、まあ、緊張してたと、まあ、当時それこそ入ってきてすぐぐらいの時はカッキーもね、まだ言うならばナギちゃんぐらいのキャリアの時はまだ3期生として、4期生としてまだなんかこうまだ先輩もたくさんいらっしゃって、やっと自分もテレビに出れる頃みたいな、はい、っていう時に初めての生放送で緊張してて、あんまり周りが見えてなかったと。そうね、そんな中俺が結構慣れ慣れしくなんかこうカッキーみたいな感じだったから、なんかちょっと申し訳ないみたいなカッキーは感じだったんだって。同じ状況だったらしい。なんか なんて反応していいか分かんなかったみたいな、カッキーがね。で、ごめんなさいみたいなことを俺はもう2年前ぐらいに言われたことがあるわけ。だからもう俺はもうあの頃の経験を逆に反省して、自分でね、そう、俺も逆にこう迷惑をかけないように、俺も視線に入れないようにこうカウントダウン TV の時はそんなことある。そういたのは分かった、はい、でも絶対に凪ちゃんが俺を見つけたとてね、お一人様天国やってたから、ね、自分がセンターだし、先輩たちもいるし、はい、そんな中さ、校長なんてできないっていうのは俺は分かってる。だからそう、逆に俺も触れない、うん、だからいいよ、自由にしてていいんだよっていうのは、うん、俺のこのスタンスだから、うん、それはもうあなたの先輩カッキーも通ってるから。なるほどね。何も謝ることはない。気にしなくていい。気にしなくていい。すごいね、なんかお互い気を使った結果こうなることってあるんだね。全然あんのよ。そう。いやー、そうかそうか。だからもう謝ることない。だからもし次回どっかで会った時に、なんか余裕があれば声かけて。俺結構、待ってるから。ちゃんと。待ってる。ちなみに未だにカッキーも待ってるよ。ずっと待ってる。どっかで会った時。なんかちょっとすごい。知らない人みたいな感じでたまに録画する。寂しい。数字がつけるけど。話しかけてあげてください。そうそう、いつかね、なんか。してください。でもね、年始からずっと校長に言わなきゃって思って過ごしてたと思うと、やっぱ凪先生めっちゃ可愛いね。いや、ほんとね。めちゃくちゃ気が使える。すごいいい子だね。ほんとにいい子、ありがとう。さあ、ということで、井上凪先生とはまた明日。皆さん、盛り上がっていきますか？もっともっと声出せますか？今日この中にお一人様はいるか？お一人様もそうじゃない人もこの曲で盛り上がっていきましょう。お一人様天国、皆さん最後にこの曲でみんなで笑って声出して